はい、こんにちは。噂の魔の交差点に来ております。やっぱりね、結構交通量は多いですね。こんな感じの交差点なんですけど、結構なね、本当に交通量があって、やっぱりこの右側は見通しが悪いですけどね。やっぱりここの、カメラがついてたのは、ここの写真館のところにカメラがどうもあるみたいです。右側行くと幹線道路で信号があるんですけど、左側からも、こっちのね、東西の道も結構交通量多いと。で、南北通り抜ける人の交通量も結構ある感じですね。そんなに広くはないんですけど、結構みんな車通りますね。まあ、あれだけ取り上げられたんでね、一応みんな一旦停止してるかな。いや、しないね、一旦停止ね。一応ね、今見えてるこっちの通りが、南北の通りですね。で、南北の通りが一応止まれの表示があります。なんで止まらないんでしょうね、ここね。停止してますけど、まあね、全国的にちょっと有名になってしまったんですけど、今回のね、報道をきっかけに、安全になってくれればいいかなと思います。